はいどうも、バージョン 2.2.0 ということで新しいねキャラが追加されたんで、そちらのガチャをね引いていこうと思うんですけど、まずですね、新しいストーリーがね追加されましたってことで、まあ前回に引き続きね新しいソウルとかも追加されてますって感じですね。まあここはいいんですけど、この新しい装備ってさ、どうよこれ。まだね、ストーリーやってないんでね、この武器がどんな性能なのかっていうのはわかんないんだけど、このスパンでさ、新しい武器、新しい防具が追加されたらもうマジでなんか作る意味ないなって思っちゃうんですけどね。まあ自分はね、その新しい防具が追加されたらね、とりあえず3種類全部ね、8個ずつ作るみたいなね、感じで作ってはいたんですけど、もうこのスパンで追加されたらマジでちょっとね、武器と防具作るのやめようかなって思いますね。で、このスパンで新しいソウルが追加されるってなったら、まずソウルの厳選もする意味ないんじゃないかなっていうね、風に思いますね。実際これがね、どれだけの上限が上がってるかとかっていうのはまだ見てないんでわかんないんですけど、なんだろうな、結局厳選してさ、めちゃめちゃいい値を引いてもさ、ストーリーが追加されるたびに新しいソウル、それのなんか上位互換みたいなのが出て、またその新しい武器に付け替えなきゃいけないとか、ちょっとね、考えます。はい。いや、これはもうサボっていいコンテンツなんじゃないかなっていう感じですね。もうめちゃめちゃストーリーの敵が強くて、勝てなくなってきたとこだったらもう、やる必要あるかもしれないけど、なんか毎日シンボルエネミー倒して、ソウル厳選してみたいなのはちょっともうやめようかなと思いますね。はい。皆さんはどうでしょうか。というわけでね、開幕愚痴で申し訳なかったんですけど、本編ですね、追憶の旅人、アラウネがね、追加されたってことでガチャ引いていこうと思いまーす。とりあえずステップ5まで引いていくわ。いつも通りですね。この星5一体確定狙っていきたい。まあ長くなってもあれなんでね、引いていこうと思いまーす。10連目ですね。引いていきまーす。前回のアーフェンはね、この、50連ぐらい出たんで、結構助かったんですけど、今回はどうなるかと。さあ、10連目。光は、最悪。俺は、完璧な回答。スキープしまーす。はい、10連目爆死です。まあまあまあ、いつも通りですね。20連目引いていきまーす。さあ、とりあえず光。ローディングは、まあまあかな。普通ぐらいじゃね。光ってるよ。ちょい期待。星4。星4期待しよう。秘密の多い女の子って素敵でしょ？スキップしまーす。よし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 。星4のね、アラウネ出ましたね。ありがとうございます。20連目でしたね。その指輪が聖火神が私を導いたのですね。私はアラウネ、オルステラの平和を願う者。共に戦いましょう。互いの守るべきものを守るために。はい、アラウネね、星4出ましたってことなんですけど、まあ覚醒目指して5まで引いていくか。動画の尺もあるんでね、とりあえず星5まで、星5ね、確定まで引いていこうと思います。まあもうで、ここからね、気持ち的にはめちゃめちゃ楽。まあ出なくてもいいかなって感じかな。まあ出てくれるに越したことはないけどね。三突とか行ったらどうするこれ。さあ。光はまあ上々。これまた星4期待できるかな。星4に期待します。ガルツ貴族団の名を必ず轟かせる。スキップします。30連目爆死です。40連目引いていきます。
さあどうなる。光はまあまあ星4に期待しましょうか。すみませんすみません。スキップします。はい、40レベル爆死です。まあ次だから、うん、ここで星5の荒尾に引ければまあ一突だからな。一突するだけでもね、ほんとステータスだいぶ違うから、うん、できれば出てほしいかな。なんか持ってないキャラとかな、2枚抜きとかしてくれたら嬉しいんですけど、確定演出ですね。さあ、神様に祈りを届けないとね。スキップします。私でよければ、私は私の責任を果たすだけ。エリザですね。なんか珍しいっちゃ珍しいけど、うわ、エリザだけかいエリザだけかい。まあまあまあいいでしょう。というわけで50レベルはね、エリザだけでしたね。覚醒席ありがとうございます。というわけでね、アラウネのねガチャは終わりなんですけど、毎度恒例のね聖なる導きのね方をね3回だけ引いていこうと思います。1回目、毎回ねガチャの終わりにねこちら引いてるんですけど、今のところね星51体も出てないですね。さあ頼むよ。光はカス。多くの人を救うために。はい、2回目引いていきます。まあ、1体ぐらいな出てくれてもいいと思うんだけどな、まあ、結構引いてるぜ。だって、うん、さあ2回目。もうさ、光がさ光がねえんだよな。私はコニー、未来の大商人よ。というわけで3回目引いていきまーす。というわけでね、今回の動画は終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画とアップしてますので、よければ見てみてください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイなら。聖火の教え、解いてあげるわ。